さあこれで総合優勝は最終日で大逆転、最高位戦チームとなりました。おめでとうございます。ずるしないマージャン駅伝2018最高位戦優勝記念と題しまして、今回は6人のベストな1曲を一つずつ発表していただこうと思います。はい、 RTD ルールの村上さん、これ最終日だ。最終日よ。1分の3っていうことは巻き返しが始まった。ね、1回戦で私が絶対にトップを取られちゃいけない藤田さんに、はい、うん、トップを取られ、見てた見てた、なおかつ絶対にラストを引いちゃいけないのにラストを引いて、そこでもう大体終わった。私が帰り道もうほんと部屋に戻りたくなくて家に帰ろうか迷ったぐらいです。いや見てた見てた。いや本当にあの最高位戦選手全員が下打ちした瞬間ですね。そうでしょ。あれだ、予選会狙いになってもおかしくないなっていう、いや本当ところから誠一さんが一回トップ取って、でしょ。で、まあ、そのなんで誠一さんがトップ取ったかっていうと、もうパンツ変えたんですよ。その1回戦ラスった瞬間に何の話やってもらうの。そしたらあの誠一さんがね、オーラスハギアさんがガンガンちょくってトップラスト見てくれたんですよ。おかげでそうなったってこと。それで今の困ってもらうの誠一さんのおかげだし、パンツのおかげだし、これは完全に。いや、私はベストの曲の前にご安定持ってますけど大丈夫かな。そう、ご安定持っていうのは本当にトンパツからね、まあまあその親でね、親でパンツ変えた効果もあり、親で2回ぐらい上がれて、でトン2曲にそのライバルのね、うん、一番その負けさせなきゃいけないアマ連合の萩谷さんが、今、ラス目なんですよね。そうですね。そうそう、なので、まあ、このままの並びでずっと行きたいんだけど、うん、まあまあちょっとね長いんですねこの VTR、 序盤が早くしてもいいぐらいなんですけど、うん、ただ一応ね、あのじゃあこの曲のポイントになりそうなのが萩谷さんの捨て牌なんだけど、うん、とりあえず今基礎はつもぎりだったんだけど、はい、ギュピン先に切ってますね、うん、でその後にちょっと出てくる牌が後々に結構その今のとこ自然ですもんね。まあ僕なりにはまあちょっと守備がよりな手なりって感じ、うん、まあでもウーピン切ってのも手なりじゃないんだよもうね、だいぶ受け気味。萩原さんが自然な、あそうそう、萩原さんがね、でまずあのギュピンの後にパワーワン手出しがありますと、はいはい、今のとこは自然ですね。自然ですね、完全に手なり進行、手なり進行、うん、あ、松ももういいシャンペンだ、うん、一通が崩れたけど、うん、うん、中見さんの顔がアーンチといいかまあいいか、あ、やめ変化、はい、で、このチーピンが、はい、もう、あの、9ピン切っててチーピン1枚ブラブラっていうのが考えづらいんで、そうだね、これはだからウッパーピン固定か今みたいな下にあの両面に伸びた形サブローピンだなっていうふうに思ってて、まあ思っててその瞬間思ったわけじゃないけど、もうちょっと進んだ後で、まあ実際にこういいシャンテンでしたと、うんうん、でも孤立杯の可能性低いから確かに合ってますね。そうそう、とりあえず孤立の可能性は相当低いっていうことだけがまあ大事なとこで、それ以外の形はそんなにまあ限定はできないんだけど、クチッといいシャンテンウーピンがあればなーってね思ってたんですけど、ね、まあ来ちゃうわけですよ、もうね、マジか。で、まあ論争も絶対に関連敗なので、とりあえずチーピンと論争がまあポイントと、うん、いうことで、なるほど、まあ、ただね、おやりにしかも絶対打ちたくないおやりなんで、ダメですね。普通はベタ折りになるんですけど、うん、なんか若林さんちょっとスイッチ入ってたんで、ちょっとここから頑張ります。チートイツイシャンテン、チートイツイシャンテン貼ってないよ、まだ。うん、まあこれはね、あの現物が現状ないんですね、うん、なので、一切れかなんかのシャワーをペロって切った時かな、ションパイだったかな、ションパイだった、ションパイだ、いや、一切れ、一切れだね、まあまあでもそう、もともとあんまりアンパイなくしちゃって、ああと思ってたんですけど、いや、ね、でもいいシャンテンよ、いいシャンテン、いいシャンテンね、ドラのチューンが浮いていると、いやこれはさすがに松はチューンいけるわけないね。そうですね、なんかテンパイが動いてますね。で、今、スーワンが現物になりました。そうだ、スーワンのことは、うん、できるけども、まあ、まあ、チワン、そう、パワーがね、こんな感じ、こんな感じチワンとかだったらもうちょっと、もう諦めます、うん、参りましたと。で、リーチがリャンゾも通りましたと。で、この辺でどうなるんだっけな、ピヨン、これで通ったやつね、うん、7分もあるからね、ねえ、長いね。で、三蔵、そう、引っ掛けの三蔵もなくなった。だから、ソーズは本戦が老荘またぎの
まあ、ウッパソス地層か Q1 が通っている、うん、そうね。で、あとはピンズが、まあ、チーピン関連パイだとしてはウッパーピンとサブローピンかなみたいな感じで、ウーピンに前切れになった瞬間にチーピン手出しです、ね、そうなんですよね。スーソーも通ったので、ソーズならウッパーソー、ピンズならサブローピン、ウッパーピンみたいなところでの、まずこれ引いちゃう。あ、なんか本線っぽいの引いたなと思って、うん、そう、わりかしもうベタ折りに回ろうとしていたのに、うん、みたいなのが次ぐらいに来るはずなんだけど、谷さんもね、名前を初めて言ったね今ね、谷さん。パーピンが今通った、今パーピンも通ったんだよね。だからパーピンも通りました、うん、じゃん、出たー。どうすんのこれ、いったー。今のは強打です、ごめんなさい。強打です、今のは強打なんですけど、高ぶったね。そう、強打なんですけど、うん、ちょっとあのこの時はもうやっぱちょっと、うん、あのチームを背負ってたんで、え、何謝罪 VTR なの。あ、いやいやいや、今のとこだけ強打して、だって結構当たり前じゃん。そう、確かに。なんでいけたんですか。え、もう高ぶってたから。そうだろうね、高ぶってなきゃいけないからね、レースは。いや、なんか、いや、ベストな一曲の話。いや、ただすごいの見てみて、じゃあ、高ぶってても、ロピン当たるわ。高ぶってても、うん、ちゃんと、うん、このパスヒッターのロピンは、ちゃんと止めるよっていう、そう、こういうね、シーンだったわけです。要は、これもロピンも言っちゃったら、俺これ選んでないからね、この曲。もう、何食べてんの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 。残ってるんですか、普通に。今ロピン食べたんだ。数万といたのちょっと残ったかな。数万といつだから、サブロピン1点ではない、うん、うん、なんだけど、まあ自分の中で結構もう想像通って、ピンズならサブロピンになったんで、後の映像もいらないで、これ数万の時はね、ワンチャンスぐらいになってたかな。ここもっといらないよね。ワンチャンス、止めて降りた、止めて降りた映像いらないよね。ワンチャンスかね、もういらないよね。ノンチャンスだね。もういる、いる、まだいる。7分使う。サブロピン相当濃い。本当に使わないよこれ7分、うん、まあドラタンとかだったらね、うん、なんか熱いっちゃ熱いけど、まあさすがにね。え、あれがパーソンのとこがローピンで、はい、うん、テンパイリャンワンって時のローピンはペイっていくの。ね、一応それは後から言い訳っぽく言ったけど、濃さとしてはサブロピンの濃いと思ってたから、あ、まあ、サブロピンは先だったらいかないですよね。 なるほど、ね、しかもあれでしょ、町としてパーソンがね、うん、ないもんね、うん、うん、ない、あれパーソンもパーソ短期だったら絶対上がれないでしょ。あ、そうそうそう、自分で聞いてる、ね、自分で聞いてる、ね、それは結構村上さんが、そう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 、そういうことですね。ローピンだとひょこっと、ね、もしかしたらね、まあ、うん、あ、でもまあ、でもどうせドラチューンが打たないから、まあ同じような、まあまあ、そうか、それも、うん、そうだね。っていうね、結局流局だから、もうここはそう、いつ終わってもいいんですけど、もういいよこれ、すごい、なんかね、思ってた気がするでしょ。だってパーソまでまず行かないしな、パーソね、うん、でも私のドラチューン1枚いたんだよ、あいつパーソンと思ったら超かっこよかった、ローピン、瞬間にね、そうそうそう、ローピンからだったからね、うん、いや、でもパーソン行ってローピンでやめたのも十分かっこいい、そうだね、いや、気持ちよかったよ、気持ちよかったもん、うん、そう、こういうところでちょっと触れすーげーさあ、なんで起きるわけじゃねえぜ、あー、そうそうそう、でもあのパーソンの切り替えたわ、すいませんでした、あのね、もう太郎さんに散々怒られたんで、今ね、すげえ綺麗に切れた、ほんとにほんとに、まあ、たまにペンってやるけど、あんな強打しない、たまにペンぐらいはね、でしょ、まあ、あれだけど、うん、あとね、あの椅子跳ねたんじゃないあれは結構ね、ボヨンってなったなってたんですよ、だけど、もうあのため息もだいぶ減ったし、いや、本当に今日あれです、直し中、え、何深呼吸、あ、深呼吸も、村上さんの直してる話、最近言う、そうそうそう、え、村上さん、今のがベストな一曲で、まあ、ベストかどうかわかんないけど、思い出よく覚えてるっていうだけです、はい、ピタッと止めました ね、うん、で本当は結構ペータン期とかも結構よく覚えてるんだけど、そっちよりこっちの方がいいかなと、かなりちゃんと読みの思考が深いからこ そ、うん、ちゃんと匠でほら読みの話をしてるからね、そうなんですよ、麻雀匠で何万回も行きますわ、やった、もう一回読んでください、はい、はい